日本北海道日高振興局、日高振興局は北海道の振興局の一つ。振興局所在地は浦河郡浦河町。尻部市総合振興局、日山振興局と並んで、振興局所在地が市でない振興局であるとともに、日山振興局と並び、館内に市を持たない振興局である。2010年4月1日、日高市長に代わって発足した。 従来の日高市長と同一である。14市長を旧総合振興局、五振興局へ再編する、北海道総合振興局設置条例では、胆振市長より改組される日丹総合振興局の、下部組織として設置される予定であったが、格下げに対する反発が生じたことから2009年3月に、条例を改正。日高をはじめとする五振興局については、 総合振興局と同等の地位とされる一方で、広域で所管することが望ましい業務に関しては、隣接する、胆振総合振興局が、日高振興局の管内においても事務に当たることができるものとされた。以下は、日高振興局における都市雇用権の変遷である。一般的な都市権の定義については、都市権を参照のこと。日高振興局の自治体1、3、日高町。 二、ビラトリ町。四、ニーカップ町。五、六、新ひだか町。七、浦川町。八、サマーニ町。九、エリモ町。ありがとうございます。